西武が今日発表した令和初の福袋消費税増税で増える家飲みを手軽に楽しめる卓上グリルとグラスのセットや元号「令和」の文字をあしらったベルトなどさまざまな福袋が並びます。中ででも目玉なのが西武が来年発売する福袋では こちらのバスで池袋の街を巡ることができます。来月から路線バスとして池袋を走る電気で動くバスを貸し切り東京・豊島区のさまざまな名所を巡るバスツアー新たにオープンする商業施設で宝塚歌劇団の公演を鑑賞するなどアートに触れられるコースです。 池袋の街には、さまざまなの建築物だとかもありますし、普段路線バスでは走らないエリアも走ってくれることになってますので、こういった中では、あの非常に貴重な体験になるんではなないかなとまた、初心者向けのスケートボードセットや、ボルダリングゲームなど、子どもたちがスポーツを身近に感じられる福袋も、来年開催される東京オリンピックを前に、一足早く競技を体感できそうです。